白川さん、あの特別区設置協定書なんか見たらね、うん、5つの区書いてあるんですけど、うん、なんか一つ一つの区の区会議員の数が、うん、えらい少ないなっていう感じするんですけど。そうやねんよ、うん、ここにね、みんな気ぃつかなかな、うん、で議員さんっていうのは市民の声を聞く、うん、本当窓口やと思うんです、うん、その数が小さい少ないっていうことはもう窓が小さいことだ、うん、これ比較したら、うん、例えば、うん、北区、あ、北区、はい、新しい特別区の北区、はいはいはい、これのここの議員さんの数が、北区63万人ですね。そうでしょ、63万人でしょ、はいはいはい、だけどその議員さんの数19人でしょ、はい、これは人口12万人の富田林市のね、議員さんの数と一緒やね、どうも同じの、同じ人口でね、例えば東京都の特別区、うん、人口一緒のところはね、うん、足立区や、はい、足立区の議員さんの数見て、あ、62万2千人って書いてますね、足立区でしょ、で、はい、議員さんの数何人、45人やで、え、それが19人やで、半分以下、うん、こんなんでね、市民のための政治ができるわけない、はい、身近で市民の声が聞けてなるわけない、うん、むちゃくちゃやった私、民主主義なんか言っていけばいいんでしょう、言うていくとこあれへんですよ、うん、こんなんね、うん、こんな状態のまんま許しといたらあかん、うん、大阪市潰さんといて、うん、勝手にバラバラにせんといてよ、うん、いうのはね、私らここで一番思います、うん、ですね、驚きました。